はい、ゴスケ屋でございます。なんかね、ワンパターンだよね、始まり方が。よいしょ。もうちょっとなんかねえのかなって思ってますが、よいしょ、ね、ちょっと変わり種のこれミネルバボックスはほらこういうしなやかさがございます。ほぼ同じ厚みで、これがプエブロで、これがね、あれです、ミネルバボックスです、ね、こういう方が好きだって方もいますからね。何も硬いだけが皮ではございません、良さではないですからね。皮もいろいろ、そもそもさ、もともと牛、これは牛でしょ。あれ、メガネどこ行ったっけ、あった。そもそも牛なので、牛もね、皮膚の、牛の皮ですからね。硬いやつもいれば柔らかいやつもいる。で、加工によってね、柔らかくも硬くもできるし、この独自な風合いもね、いろいろありますからね。ね、本当は手に取っていただいてね、そこで判断してこれがいいって言ってもらえれば一番なんですけどね。そうなんです、うちは店舗がね、お店の中に、お店の中にというか気軽に立ち寄れる、ね、繁華街とかにこうお店を構えてるわけではないんで、それができないんですけどね。まあなるべくそういうのをね、こう伝えられたらなと、この動画の中でもちょっと思ったりもします。脂肪のある皮もいいでしょ、こういうね、これね、パリッと張りがある皮も好きですよ。まあこういう、こういうことをしやすいのは硬い皮ですけどね、これ加工がしやすい、磨きやすい、へり落としがしやすいっていうのは、よいしょ、うん、そう、これね、このガンスタイルエッジャー、今使ってるやつね、これが3番です。3番は1番よりもう少し大きく取れるかな、フロンティアで言うとね。どれかおすすめありますかみたいなのをちょっとご質問いただいたんですけど、あと予約できますかっていうご質問をいただいたんですけど、残念ながら予約は承っておりません、ね、早い者勝ちです、いつもの通り。なんですが、ね、おすすめ、これは本当おすすめできますよ、使いやすいですもん。ただ本当特徴はね、一般的な1番2番3番っていうくくりとはかなり異質です。うん、これも繰り返し言ってますが、これ0番がないんですね。1番、2番、3番の表記です。で、こいつの1番、2番、3番の1番と2番の間に、1番、2番、フロンティアの0番、で、これの3番、で、フロンティアの1番ぐらい。だから、ぐーっとこの、間隔が狭いです。3番といえどね、これぐらいの幅で取れるんで、ほんとこのガンスタイルエッジャーの1番は1ミリ以下のね、コンマ8ミリとかのとかコンマ7ミリの皮でもスイスイと取れるぐらい。だから合わない人はね、分厚い皮を大きく落としたいの人は
ね、これは合わないかなと思うけど、一般的にね革小物を作るので、もうちょっと細かい割り振りというかね、このピッチの差が欲しいなっていう人にはドンピシャだよね、これ。まあ、まるでダメなものは論外として、それより何よりかっこいいが一番です。これは使いやすいですよ、これは使いやすいんだけど、少々使いづらいとしても使ってるうちに慣れるだろうって言うんだったら、かっこいい工具使いたくないですか。そうで僕はちょっと思ってます。まあ自分の使いやすいのに加工すりゃいいんだから、それとか刃の付け方を変えるとかね、諦めたくない。どうせ使うならかっこいいのがいいって思ってますよ。ねえ、そんなこと言ってると職人失格な気もしなくもないですけど、まあ性能重視主義の方もいるでしょうよ。うん、それはそれで、それはそれで別に反対もしないですよ。見た目なんかどうだっていいんだよ、切れた方がいいんだよ、まあまあそれも否定しないですよ。そういう考えの人があってもいいと思う。ね、なんかなんだっていいんだっていう人もいますよね。うん、かっこつけんなみたいなね。道具にこなんで腕磨けみたいなね。まあまあいますよ、そういう頑固じじいみたいな、一世代前の頑固じじいが。早んねっつうのっていうか、そんなこと言ってる俺が頑固じじいだったりしそうですけどね。ちゅうことはそれは二世代前ってことかね、わかんないけど。よいしょ。ほんとね、このこまめに研いでりゃ、ヤスリ当てることはないかもね、もう。ほんとこの研ぎ方を知ってからね、ヤスリ当ててないですよ。これね、長男坊にね、ちょっとバイトをやらしたんだけど、なんていうのかな、こう、この進む方向がさ、こう行けばいいんだけど、これね、こう、要は刃のね、進む角度を間違えてんだよね。うまく取れない。あくまで、この、なんていうのかな、進む方向が、まあこの角度はありますよ。どれぐらいの角度がその、ね、刃物でどれぐらいの角度が適してるっていうのはあるんだけど、この角度を、こうして、だからこの角度をこうして、これを、こう傾けた、この方向でいいんですよ。これがね、こうなってこうじゃダメじゃん。わかります？あくまでこの進む方向に対して、このアングルっていうのはあるけど、あとこれが傾いてるだけ。これが、こうなって向こうに行っちゃダメだよねっていう。伝わるかな？ね、ヘリ落としが苦手な人ってのはね、それがある気がする。刃の進みたがってる方向に、方向にこう持ってってあげるのが刃も長持ちするし、よく切れるしね。技術的なことを言うとですよ。わかんない。どうだろう。今の説明で伝わるかな。そう。この方向の、この角度っていうのは、
この刃の付け方とかその刃物いろいろあるけどによって一番いい角度っていうのはそのこうぐらいのものもあるでしょうしこんぐらいのものもあるでしょう。それはねこう取りながら分かってくださいませ、あの掴んでください。でヘリ落としなんでこの斜めに当てる角度っていうのがあるね。ただ単にこの方向のこの角度を掴んだらそれを斜めにしただけで、この状態の時に手が上にあるからって先端が下がるこの角度でやったら取れないよっていう。でもねそういう風な角度になってるように見えちゃうんだろうね、うん、だからここがこれが重要になってくるんだけどね。よいしょ。ねこうしてねちょこっとやっただけだとなかなかこうつかめなかったりするんだけどね、こうね多い量をずっとこうやってやってると どういうことなんだいっていうのがだんだん見えてくるっていうのがありますよね。どうしたって外アールはこうなんていうのかな、まっすぐそのまま進んでしまうとね、あのスポンって何もないとこ切っちゃうんで、こう手を動かすかこれを動かすかして、俺はなんか癖でちょこちょん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 って進んでるね。でここはこのままこの角度をグイっていくと食い込みやすいんで、45度に当ててるとしたらこれをこう30度ぐらいまでちょっとこっち側に起こす。そうするとくるってきれいに取れる、うん、まあ、特別な技術っていうのは必要ないね。使ってればだんだん勝手に手が覚えてくるんじゃねえかなとも思うんだけど、ね、ちょっとこれはかなりこのカスを見てもらえば分かると思うけど、本当にね一番大きな番っていうのは3番といえども結構角はシャープにっていうか細く取れる。なんでこれをねこの小さく目に取ってるのがこの3番が気に入ってるかっていうのは、なんていうのだろうね、で僕これ銀面はねヘリ落とししてないんですよ。銀面は抜き型で抜いてるんでね、こうやって刃物でシューって切ったのは角がピンと立つけどね、刃をグッて押して切ってるんで角こう皮がくるんと丸まってる、この丸まりとこの3番あたりで取ったのがこうちょうど合うっていうのかな、裏と表で相性がいいっていうのかな、この感じがね。なのでこの3番とかあるいは2番で、1番はほんと薄いもの、それより大きく取りたいんだったらこのフロンティアのかな、うん、そんな使い分けしてますよ。これはこの1枚革の時の話ね。でね、貼り合わせで厚くなったかはまた話がこれは変わってきます。でこういう柔らかい革、これもミネルバボックスをの床処理しないで、ね、柔らかい革のヘリを落とすって切れ味がないとやっぱり難しいよね。これは歯切れ。これにこう青棒を引いて引っ張ってもいいのかもね。これもこうしてこういう感じで使ってもいいのかもね。
そう、ヘリ落としの技術的なことなんてちょっと語ってみましたけど、これ技術的なこともね、道具に合わせて、うん、これからちょっと言ってった方がいいのかな。まあ、技術どうのこうのっていう道具もあんまり今までね、ここ何回かで紹介してなかったかなと思うんだけど、うん、そうだよな、技術的なことね。まあ、それを毎回混ぜていくとすげえ長くなっちゃう気がする。それはそれでまたシリーズを分けてやればいいかね。そう、キリがないですね。とまあそんな風にやってるとこの動画もずっと続きそうな気がしますけどね。はい、ちゅう感じで今度はね、コバを磨きましょうね。コバ磨きの動画はまた長くなるので、これだけやって終わりにしようかね。丸溝、こう単体のものは丸溝、貼り合わせたものは角溝、平溝、どうしても角溝って言っちゃうね俺。そう、これね、これこんなん僕使ってるけど、要はちっちゃいのにしといた方が万が一倒した時にね、万が一倒した時に被害が少なく済むじゃん。だからこっちにあのシリンジでシューッと吸ってこの中に入れてる。まあこうやって注いでもいいんだけど、それだってこぼすじゃん。だからこれをもっとかっこいいのでちゃんと作って販売することが決定しました。いいっしょ。でこれもスポンとこう刺しとけるようにします。で要はシリンジもつけます。で2本はね置けるようにします。でね、でそう、こういうふうにも置けるようにもするし、ちょっとしたしまあまあこれをね言わないでおきますけど、あそういうことねっていう仕掛けもしときます。面白いね、ちょっと面白いんですよ。でそのたそれを入れるための梱包するための箱だったり一緒にセットするね、これよりはもうちょっと大きいかな、ボトルは、ボトルだったりシリンジを発注して続々今届いております。でよく見ると誰が作ったか分かるようになってます。はい、正解は見てのお楽しみということでね、ちょっとね楽しみなんですよ。それがワークステーションみたいな感じでね、ちょっとかっこいいの作りますよ。そう、早速ねそのニュースが決まって続々と材料が届き始めたところでね、おんまいちゃったっていう、こぼしちゃってまた買うっていう方が一人出てきたんですけど、うわ惜しいな、もうちょっと待っといてくれればいいのになんてね。そうなんです。で在庫切れにならないようにまだ余裕はあるんだけど、ポリシングリキッド今日発注しました。前回すげえ量頼んだんだよね。もうクソでかい段ボール2箱できましたからね、恐ろしい量できました。おかげでね、うちここの工房に入らないんで、あっちの部屋に置いてたんだけど、向こうも大変なことになってましたけどね、だいぶ在庫がちょっと少なくなってきたんで早めに頼んであります。でもこれがね、あそろそろだな、ちょっと早めに頼もうと思って発注するとさ、そこからなんか急に加速したりするんだよね。一気にわさーっと出ちゃったりとかして、結局欠品だごめんなさいっていうのがね、最近パターンとしてよくあるんですよ。そう、特にこのビットの304もまだあるからいいかなって、そろそろ頼もうかなと思って頼んだ途端に一気になんかいっぱい発注が入ってね、ほんとごめんなさいって感じで今欠品中でございますみたいになったりしてるんですけどね、うん、ほんと申し訳ないって感じです。で、まあ必ず入れますんで、中和しますので。
してありますので到着待ちです。そうでね、そのシリンジは例えばこの粘るに滑るを 10% 添加とかね、でこれが例えば 20cc だとするんでしょ、でシリンジも20だとしたら10引いてこっちも10引いて入れれば5対5ができるじゃないね。そんな風な楽しみもできるようにあのシリンジも一緒にセットしとこうかなと思ってます。いいっしょ。そうなんですよ。でね、ゴスケアのロゴも入ってます。それ早くお見せしたくてしょうがないんだけどね。はい、てな感じでございました。じゃあね。